関西大学バレーボール連盟女子一部秋季リーグ戦で手塚山大学女子バレーボール部が優勝し、今日表彰式が行われました。手塚山大学女子バレーボール部は関西大学バレーボール一部秋季リーグ戦を11勝0敗の全勝で制し、奈良県勢28年ぶりの優勝を果たしました。東生駒キャンパスで行われた表彰式では、関西大学バレーボール連盟の黒田進会長からキャプテンの曽田由美子さんらに表彰状や連盟杯などが手渡されました。また最優秀選手賞をはじめとする個人賞受賞者らも表彰されました。手塚山大学女子バレーボール部は今月30日に東京で始まる秩父宮菱杯全日本バレーボール大学女子選手権大会で優勝を目指します。なかなか練習ができない状況があったりしたんですけど、そういう状況の中でもチームのみんなと練習してこの目標に向かって努力してきたので、その目標が達成できてすごく嬉しかったです。